こんにちは、理研ケーキの大久保です。本動画では GX3R が振動に強いところをお見せします。振動試験機を使って GX3R に振動を加えます。では振動を加えます。電源が入るでしょうか。確認してみましょう。電源が入りました。次に測定モードになるか確認します。測定モードになりました。次に正常に作動するのか試験ガスを当てて確認してみましょう。警報が鳴り問題なく使うことができました。振動のある現場でも安心してご使用いただけます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。